この動画には、以下の要素が含まれております。ご注意ください。ヤッハロー。今日は、大分県国東半島にある、赤鬼が作ったとされる石段を見に行こうと思います。どんな石段なのか楽しみです。熊野神社の参道に到着しました。かかしがいますね。ここに来るまでにも、道に、かかしが結構いましたよ。熊野神社の駐車場にある受付で、入場料300円を支払い、本殿を目指します。杖も貸し出されていましたので、持ってきましたが、いつ使うのでしょうか。近くに川が流れており、カニが参道にところどころいました。結構登ったつもりですが、あと200メートルあるようです。赤鬼が気づいたとされる石段がありました。杖を持ってきて正解でしたね。足場が悪く登りつらいです。石段ができたのは、赤鬼が、この地域の人間を食べようとしたら、熊野の神様が、一夜のうちに、100段の石段を作ったら、食べても許す。できなかったら鬼を食べると言いました。鬼は、難なく99段まで作り、どうせできないと思っていた神様は驚き、100段目の石段を持ってきた鬼に、鶏の鳴き声を真似して聞かせ、朝になったと勘違いした鬼は逃げていったそうです。国の重要文化財の熊野磨崖仏に到着しました。不動明王ですが、顔が優しいですね。平安時代に作られたそうです。隣には、大日如来がいました。どこかで見た顔なのは気のせいでしょうか？さらに上に行くと、本殿があります。お参りをして帰りたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ダスビダーニャ。